しぶりー、レミリアスナイパーカスプムでーす。ガネボに逃げた実況者妹のフランドールです。まあまあ、言うてビビニの方もまったりマンハントやるくらいには進めてますんで、不定期更新でええやんなー。ビルド思いついたら動画にするゲームなんよ。ていうことで今回はごく一部にしか需要のない、マークスマンライフルのビルドを考えてきたんで、他のツベ動画視聴しながら別窓で垂れ流しといてください。絶対に見なくていいとは言わない鋼の石。そして今回の主役はこいつ。使ってる人ゼロ人説濃厚な、激弱マークスマンライフル。生まれた時から死んでたすな。G28 を使っちゃうぞ。本日のメインを全否定していくスタイル。砂には珍しくワンマガジン28装填と大容量なものの、その分一発の威力が低すぎてマークスマンとは思えない豆鉄砲火力。ちなみに装コムのマーク 20SSR もほぼ似た性能。装コムの方が若干射程長いかな程度ですんで、装コムでも OK です。装コムならクラフトでも作れますんで、なんで装コム使わない ?G28 のがかっこいい。確かに。ただ一発の火力が低いと早い。相談数が多いし発射レートも高いんで、数打ち当たる戦法なら使えそうじゃない。ただそこにも大きな難点が2つあって。1つは銃の反動が大きすぎて、連射するとリコイル跳ねすぎてまともに当たらない点。その点は銃のモッドで安定性を高めれば、ある程度は撃ちやすくなるぞ。もう1つは、マークスマンライフルの所持弾薬数が144発しかないんで、すぐに弾薬が尽きるって点。そこは今流行りの例のあれで無限弾薬補給しちゃえばいいじゃない。というと何がです？はよ言えや。ボヨンセットで出血弾無限補給しちゃうビルドやで。すっと言えや、もうみんな大体わかっとるんやから。 GU16 からフォローポイント弾が非常に回収しやすくなった。このオンゴーイングディレクティブ4セットを使ったビルドとめっちゃ相性いいんよね。4セット効果のルールオブエンゲージメントは、ステータス効果中の敵を撃つことでマークを付与。このマークは10秒間持続し、マーク中の敵が倒れれば、1マガジン分のフォローポイント弾が手に入るシステムになりました。マークされた敵は味方が倒してもオケなんで、以前のオンゴより圧倒的に出血弾がゲットしやすいんよね。このおかげでオンゴ使用者が急上昇してますから。このフォローポイント弾をもらい続ければ、マークスマンライフルの弾薬を消費せずに G28 を撃ちまくることが可能。ワンマガジンの弾薬数が多いって利点が、オンゴとマッチしてるんすよね。ちなみに今回はコア特性をすべて黄色にして、リュックと胴以外の4箇所に装着。で、リュックにはウジーナブランドのネームド、ザ・セットアップを装備。パーフェクト便乗やで、攻撃した敵に5秒間比ダメ 15% アウプのデバフをかけることが可能。オンゴの出血弾も味方に配ることもできるんで、フォローポイント弾 20% とパーフェクトオポチュニスティック 15% で、最大 35% 味方の火力を底上げできる、火力支援ビルドが今回の必死。なるほど、味方の火力を上げつつの、スキルマンで支援するビルドなんすね。違います。なんでだよ。上着を見ればその答えがわかりますんで。これはネームドのプリスケンエグザンプル。スカコア特性青に変えてますね。つまり今回赤コア0の、黄色4。青に完全にスキルマンやろ。だがこの上着タレントのパーフェクトフォーカスで、8倍以上のスコープを使えば、武器ダメが最大 60% アウプできちまうんよ。スコープ状態を10秒維持するってハードルはありますが、タレント1箇所で 60% アウプは破格。さらにこの上着、ブランドがアイラルなんで、マークスマンライフルダメ 10% アウプ。さらにさらに、メインの G28 の武器タレントにインシンクを採用してるんで、タレットと攻撃すれば最大武器火力 30% 追加。つまりもろもろ込みで、最大武器ダメ 135% アップできるってことやで、やばない。10タレントはビンディクティブで支援特化でもよかったけど、ちょっと火力が足りないかと思ってインシンクに落ち着きました。ビンディクティブは効果範囲もあるし、ちょっと性能微妙なんよね。あと今回武器モッドもかなり大事なんで、それぞれ詳しく解説。スコープにはパーフェクトフォーカスの最低条件である、CQBSS の8倍スコープを選択。撤収はあまり必要ないんで、スコープ時の視野の広さを重視。マガジン部はスターディー拡張マガジンで、装填数プラス20発。マークスマンでありながら、このスターディー角マガ使えるのが最大の特徴。これでオンゴのマークした敵倒せば、フォローポイント弾40発ゲットできるのは非常に大事。そしてグリップとマズルには、安定性もるために、アングルグリップとオメガライフルサプレッサー。加えて銃の特性値も安定性を厳選したんで、SHD レベルのボーナス値 10% も含めると、安定性は 50% 以上になります。こんくらい安定詰めばリコイルの跳ね上げもかなり抑えられるんで、
扱いやすさも断機。ただその分クリティカル系に触れないんで、火力ロスが痛い。でも敵に弾が当たらないと火力も出ないんで、安定性も実質火力要素なんよ。まあ安定性に振るか、クリティカル関連に振るかは、各自の判断で調整してください。でサブ武器にはいつものスコーピオ。セクティクショックでの各種状態異常は、オン後のマーク付与に非常に重要。しかもショットガンなんで、こいつでもユックのパーフェクト便乗やは発動可能。近距離戦だとスコープ覗いてる暇ないんで、サブ武器の出番も多いビルドです。スペシャリゼーションもいつものテクニシャンで、スキルクラスプラス1。これでアサルトタレットのスキルクラスも5になるんで、火力、耐久性も申し分なし。レジェンダリミッションを想定したビルドなんで、タレットは今回も必要不可欠。こいつをおとりにしないと、安心してスコープ覗けないですから。でもう1枠は、フィクサードローンを採用。こちらもスキルクラス5に加え、スキル修復プラス 20% の特性値も1箇所持ってるんで、回復量は秒間5万2000と高性能ヒーリング。やっぱ回復手段もないとノラレジェではキビーンよね。最後にいつものステータス確認。武器ダメ22万とマークスマンとしてはかなり低め。クリ率 40%、クリダメ 80% と、こちらも厳しい数値。だが各種バフで武器ダメは大幅に伸びるんで、ご安心ください。一応ヘッショも 150% 弱あるんで、可能なら狙ってこ。ちなみに安定性は 52% あります。逆にこれくらいないとレティクル暴れるくん。アーマー値の方は青2箇所に、ウジーナブランドの 5% 増加もあるんで、113万ほど確保。若干不安はある数値ながら、回復ドローンの性能も高いんで、なんとかなるなる。ここで実戦行く前に、血と安定性 52% の違いを検証しておきましょう。縦方向の羽はかなりおとなしくなりましたが、それでも連射するとブレがあるんで、遠距離だと前段命中は微妙なレベル。出破比較対象で、今度は安定性を全く上げてない G28 を飛車。マズルとアンダーバレルのモッドは空にして、銃の特性もカバー外ターゲットダメのものをご用意。連射するとどんどん上方向にサイトが上がってくんで、実質連射は不可能なレベル。発射間隔を遅くすれば使えなくはないですが、命中率はお察し。そもそも連射を落とせば瞬間火力も落ちるんで、火力には期待できなくなるんよ。安定性を盛らない G28 は、本当にクロート向け武器か、近距離武器と思った方がいいかも。これは確かに使われないわけだ。しかしこの黄色森オンゴビルドなら、弱すなライフルも最低限何かしら仕事してる感出せるかもしれないから味方ガチャに全力でかけるしかない。この段階ですげえ不安なこと言い出すのやめてください。つうことで今回は、ディストリクトユニオンアリーナのノラレジェにマッチ初手味方を釣りまくりして案件で味方ガチャ失敗の予感。いやまだ諦めんなレジェンダリではよくある初動事故やろとりま味方起こしまくれ。起こした味方が抜けました。また別の戦場でお会いしましょう次の患者さんどうぞ。レジェだと途中抜けはわしもあるんで、気にせずマッチングで補充兵まとう。ノラマッチってそういうもんやで。とりま後2名様はまだまだやる気十分なんで、この3人で頑張ってこうな。おっしわしは高田イモスナ全力プレイで支援する。味方ノラでイモスナ引いた時の絶望。嫌だが待ってほしい。わしはちゃんと義務タレでヘイト稼いでますんでイモスナです。タレットやデコイで敵のヘイト稼いでれば、それだけで味方貢献してるんで許してほしい。まずは最強状態異常付与シャッターンのスコーピオさんで、今後のマーキングが最優先。特にメカ系相手だと出血の状態付与ができないんで、スコーピオでのショック状態付与がめちゃめちゃ刺さる。スコーピオでガンタンクの HP ミリにしてから、G28 に切り替えてとどめフィニッシュ。オッケー、しっかりとホローポイント弾40発支給されてます。ホローポイント弾が G28 に装填されればこっちのもの。あとは敵を撃つだけで勝手に出血状態にしてくれるんで、マークスマンライフルで敵を倒すだけの簡単なお仕事。ただメカ系相手ならさっきと同様に、スコーピオでショック付与する必要あり。ホローポイント弾は武器交換してもなくならないんで、安心してスコーピオに切り替えておけ。ちなみに出血しない相手でも、ホローポイント弾の威力 20% アップ効果は乗るんで、場合によってはメカ相手でも砂攻撃も有効。その辺は臨機応変に。ちょっとあのタンクは HP まだあるんで、スコーピオのがいいか。しかし左からエアバースト発射おじさんが襲来。ここはスコーピオを触りから、味方3連爆ボンバーナイス
ショット。このビルドのメインは、あくまでフォローポイントダンハイフとパーフェクト便乗矢による味方火力の支援なんで、その辺を意識してエモスナするのが大事。オッケー、味方さんやっちゃってください。ナイスタンク爆破。その後アリーナの中でタンク3人襲迎撃も、最悪のタイミングでお一人様回線落ちして 3on3 強いられるフリゲー。ノラレジェ最大の敵は UBI のポテトサーバーなんよ。人差し指がもげるまでマウス連打しまくれ。ガレットさんがタンク3人分のヘイトを引き受けてくれる本日の MVP。 フォローポイントガンもそこを尽くすな。連射もさすがに3人の火力ではタンクを引きれない予感。そこまで火力低いビルドでもないんすけど、タンク兵やメカ系みたいな硬い敵相手の怠慢だと押し負ける場面は多いんで注意。やはり火力は味方に頼らざるを得ない。ここはスコーピオで拘束しつつの味方頑張ってくれ。戦略的逃亡しかねえ。3人プレイってのと、味方さん1人 CC っぽいビルドなんで、これはさすがに厳しいものがある。ちょっとカバー入れてください。ごめん無理でした。詰めてくるタンク2体になすすべなし。これはこのビルドの弱点である、火力不足と打たれ弱さが露呈した結果。味方火力に頼る部分が大きいんで、せめて4人プレイでやらしてください。とはいえ味方さんがタンク1体ボンバーしてっから起こしてくれたんで、残り2体は1タレットと3人で数的優位でゴリ押しクリア。さらに新機面もマッチしたんで、こっからが4人プレイで弱すなオンゴビルドの本領発揮だ。でもメカ1無対応部屋はほぼスコーピオしか使わないぜ。メカ系相手の近距離だとさすがにスコープ覗けないんで、スコーピオもガンガン活用してきましょう。ただメカ犬系は赤い部分攻撃すると状態異常を起こすんで、G28 で関節や砲台の根元狙うのも悪くない。味方の CC スキルかかった敵でも撃てばオンゴマークはつくんで、すべての状態異常チャンスを利用するにゃ。オッケー、ビリビリお座り犬にはフォローポイントなしでも弱すな。パンパンパンでポイントガンゲットだぜ。あとタレットさんお願いします。タレット火力もスキルクラス5プラスインシンクで侮れないんで、総合火力で押すハイブリッドビルドですから。そしてビリヤード上での因縁のトリプルタンクと再戦。今度は4人いるんでわしは最後方からイモスな確定やな。長時間スコープ覗かないと火力でないんで、射程を活かしてチームの最後尾に陣取るのが基本。地下勾配率スコープ使ったプレイはほぼやってこなかったんで、立ち回りがいまいちわからんのよ。トリム当てるだけでも便乗矢のデバフで味方火力上げる仕事はできるんで、あとはともかくダウンしないように。話聞いてました。ギリギリいけるかと思って、あんまギリギリまで欲張ると、逃げ切れずにダウンすること結構ある。味方さんありがとうございます。スコープ射撃中はカバーに入っててもかなり敵の攻撃食らうんで、狙われたら即引くことを覚えろ。了解、次はマジで攻撃食らったら即イモりますから。やばい、マッハ蹴った。いやこれはそもそも位置取りが悪いなんで、砂が味方3人より前に出とるんよ。前方にタレット設置行ったとこでつい座ってもうたんやな。これはエモとしての立ち居振る舞いを根本から叩き込む必要あり。なんやかんやでボス部屋手前のキッチン戦到着。今度はチーム最後尾でガンエモ砂決めたるで。そうそう、エモとしての役割を忘れるな。タレットもしっかり前方配置してあるんで、あとはスコープ打ちに集中するだけの簡単なお仕事。アサルトタレットとフィクサードローンは、一度起動させればあとは自動で長時間動いてくれるんで、タレントのフォーカスとは非常に相性いいスキル。さらに盾持ちの味方さんもヘイト取ってくれてるんで、ついにこのビルド本来の火力も出せるで。どう打ちでも一発76万、クリティカルなら139万出てるし、タレットも14万出てるんで、総合火力ならレジェクエでも十分通用するレベル。さらに味方の火力も最大 35% 上げてると考えれば、これ全然ありやろ。ただやっぱり後方でスコープ覗きっぱが基本なんで、どうしても味方に頼る部分は大きいビルド。今回はたまたま優秀なアタッカーの味方さんがいたんで、機能できた部分もあるんよね。PP ドローンやめろ。さすがに SHD レベルの低い人が多いパーティーでは、運用は難しいかもしれません。ラスボスローガンも、リュック破壊からのヘッショでサクサク倒して難なくクリア、お疲れ様でした。厳しい場面もあったものの、おおむね合格点のビルドだと思います。やっぱ定番の武器だけじゃなく、マイナー武器の使い道を発掘するのもこのゲームの一つの楽しみ方なんで。まだまだ埋もれてるマイナー武器あるで。オンゴも今回初めて使ったけど、これかなりいろんなビルドに応用できそうっすね。オンゴはセミオート武器とも相性いいと思う。ってことでまた次回。